はい。50歳からの脳トレーニングですね。えー、こんばん、えー、いよいよライブでですね、8時、8時ちょっと過ぎぐらいからですかね、えー。1時間テンパズルをしながらですね、えー、雑談ライブやっていきたいと思います。ちょうど画面に載ってるのがですね、えー、だいぶテンパズルを攻略してきてですね、えー、ずっとテンパズルやってて、えー、自分が、えー、解くのに時間かかったな、解きづらいなという数字の並びをですね、 こうメモってるんですね。えー、そうすると一定の法則が見えてきます。 例えば3が入った、えー、ものはやりづらいとかですね。もっと言うとですね。3316とか3613とか3163とか。これ同じ4つの数字の組み合わせなんですね。えー、あとは8473、8743、3478とか、えー。これも全く同じ。3847もそうですね。えー、同じ4つの3847が、えー、出てくるんですね、えー。それぞれなんとなくですね、自分が、えー、解きづらい組み合わせ。えー が見えてくるんですね。ぜひ皆さんも一度試してみてください。